2022明治安田生命 J1 リーグ第14節清水エスパルス対名古屋グランパスの一戦をお届けします。清水エスパルスのスタメンと予想フォーメーションを見ていきます。ゴールキーパーは権田、畑山、達田、鈴木、吉野、山原の4バック、ダブルボランチは宮本とコナウド、右にカルビーニョス、左に白崎、2トップがチアゴ・サンタナと鈴木唯人です。アウェーの名古屋グランパス、スタメンと予想フォーメーションです。ゴールキーパーランゲラック、中谷、藤井、丸山の3バック、アンカーにレオシルバ、右のウィングバック森下、左に吉田豊、インサイドハーフに稲垣と先頭、2トップがマテウス・カストロと酒井則義です。流れの中からの得点というところを増やしていきたい、そのような課題を持っています。さあうまくコンビネーションを使ってクロスボールに吉田豊です。マイナス、先頭、先頭かわした、右足のシュート、相手に当たってコーナーキック、名古屋も1本目のシュートです。さあうまいところでカルビーノスが受けて左足のシュート、最初の決定機、清水エスパルス、カルビーノス左足で打ってきました。マテウスワンタッチで股抜き、中央酒井、マテウス折り返し、酒井、先制点は名古屋グランパス。まあ、マテウスの、まあ、突破と、そしてクロスも素晴らしかったですけど、まあ、酒井からすると一つ前のタイミングでクロスを上げてほしかったと思いますけど、このクロスボールに対してしっかりこうコースに合わせましたから。あたりの清水としては対応をなかなか難しいところで、また変えてきてダイレクトの左足、稲垣ダイレクト。いや、しかし名古屋はデザインしてきた強力なセットプレーを今見せてきました。ワンタッチで山原、サンタナの前で藤井です。ただ鈴木唯人、サンタナの元にこぼれてきてワンタッチで鈴木唯人、折り返し、ヘディングシュート、宮本でしょうか、宮本のヘディングです。決定機、清水エスパルス。さあチャンスに結びつけられるか、清水、カルビーニョスの折り返し、チアゴ・サンタナ、カルビーニョスからサンタナ、清水エスパルス1対1、見事なクロスの精度、そしてフィニッシュでした。やはりこう得点を取れる選手は、まあ、うまさ強さっていうのはありますよね。はい、西澤前を向く、山原を使う、オセフンはエリア内に入ってきた、そのオセフンをめがけてボールを入れてきます。まだセカンドボールは清水、片山のクロスボールに西澤のヘッド、そして左足、鈴木唯人が狙ってきました。まあ、非常に迫力のある一連のこの清水の攻撃になりましたけど、まあ、下がりながらのボレーだったので、まあ、かぶせるの難しかったですよね。今シーズンリーグ戦でのホーム初勝利がかかっているという清水、山原がうまく外した。まあ、対面の森下も走力ありますけどね。オセフンの左足、斜めのパス、相馬、スピードがあります。相馬、右足で狙ってきた、相馬勇気、今シーズン初ゴール、大きな仕事をやってのけました。
いやもう最終的には個人の力でこじ開けましたよね。まあこれは対面の内容の権田であってもなかなかシュートストップというところは難しいですよね。主審は時計を見ました。ここで試合終了の笛、1-2、終盤に名古屋グランパス2点目を取って見事今シーズン初の連勝です。